週刊誌の書いてることは 95% 嘘。どうでもいいやん、桜が咲くのかがへんかとか。徹底的にやってやるからな、やってみろこらーって、徹底的にやられました。朝日新聞に今この時点で行くなんていうことは就職偏差値が低いやん。そうおかしいですよね。うわーって言ったら、まあまあって言われます。マスコミとしてのね、矜持がね、プライドがないんですよ。そうなんですよね。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。実は今日、はい、この前にですね、はいはい、あのお二方の YouTube 番組の収録をさせていただいて、はいはい、その流れから、はい、この3人ということでまた私のチャンネルに出ていただき、ありがとうございます。りょうちゃんとも生では絶対できないことばっかり喋ってた。面白かったね。面白かった、面白かった。ものすごく楽しかったと思うんで、あのぜひ動画が上がったら皆さんぜひ、うん、あのご覧になってください。前科者の集い、違う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 、前科者の方はこちらの方です。私だけですからね、勘違いしないです。それはあの猫組長と二人で会うと前科者の集いになるんですけれども、はい、いろいろあの闇を抱えた方はいらっしゃいますよね。あ、闇をだいぶ抱えております。闇しかないもんな。闇しかないことがない。光もございます。ということでですね、はい、今日はざっくりとですね、マスコミの闇だとか、はい、芸能界の闇だとか、はい、なるほど、日本社会や経済の闇といったところをですね、うん、はい、宮迫さんがいらっしゃるわけではないんですが、僕がいるからですね。どう考えてもそのあたりからですね、まあ、あの少し掘り下げていきたいと思っています、はい、ということで私の番組の恒例でございまして、ね、はいはい、あの一応このスピリタスというのが私 の, あのもう毎晩飲んでいるシンボルになってまして、96度のお酒なんですが、これで最初に乾杯ということ、あの無理しないで乾杯って言っても、チーンで、あのあのそのままごっくんと飲み込まないです。あの舌の上に止めて、このチェイサーで口の中で混ぜて飲んでください。その方が慣れない方は喉がヒリヒリしなくて済むんです。そんなにですか。僕結構テキラ飲む方ですけど。あ、テキラの倍ありますからね、濃度が。あ、テキラ43度でこっち96度ですので。なんでこんなもん毎日飲むんですか。いや、そうです、健康にいいからです。なんでお前信じられんぐらい手震えてるじゃん。いや、これ、ね、本当にそうなんです。新鮮って医学用語で本当これもアル中です。よろしくお願いします。お願いします。下でこれで、でもお二方もスピリタス教の信者ということでですね。これをどのタイミングで、まあ、僕は食事の時には飲んでませんけど、食事が分かんなくなっちゃうんで。そうですね、舌しびれますね。そうそう、はい、これあの消毒用アルコールが75度ぐらいなんで、口の表面の粘膜が消毒されてる状態ですけれども。これすごいな。でもこれ本当にあの、まあ、2時間になると私いつもこれなんですね。ショットじゃなくても割って、これあの中身は本当はあの午後の紅茶無糖なんですけれども、はい、午後の紅茶レモンティーでやるのが一番消えやすいんですが、あのそればっかりやってると太っちゃうんで甘いんですね、はい、でも私無糖でやってる。いや、太ることでも太ることでもっと消えさなかったことあるでしょ。そうそうそう、肝臓とかさ。いや、そうですよ、内臓脂肪とかさ。あの一応ね、最初始まる前にこうついてくれるんですけど、カチ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 。もうこれはね、まあ、あの私 の, あのこの登録者の皆さんはもうよく知ってる、私がもうやっぱりもうこう手触れてるのはですね、なるほど。でもともと手触れて、この間あのひまぞろあかねっていうなんかあのわけのわかんないやつとですね、あのライブで対決したんですけど、はい、やっぱこうやって触れとんの、いかはなんか緊張で触れて、緊張で触れてんじゃねえなって、アル中で触れとんじゃわって言うな。もうええわ、もうその話ということでですね、はい、まずじゃあマスコミあたりからね、はい、あの話をさせていただきたいんですが、はいはい、私も事件の時に、まあ、本当にもうテレビと週刊誌いろいろやられてですね、はい、週刊誌の書いてることは 95% 嘘、新聞でもですね3割ぐらいはねバシなんですよね、私の時の経験で言って。はい、やばいよね、うん、だってね、宮迫さんの時だってね、本当はだって全然した後になってやっとことは知らなかったんだけど、最初はその悪いことばっかり取り上げて印象操作あるじゃないですか。まあまあ、まあ、僕はたびたびね、いろんな雑誌に登場してしまってた経緯があるんですけど、まあ、なかなか創作が多いですね。うん、多いね。だからこうであろうというところで、うん、であのマスコミの人はあの紙媒体どっちも含め、うん、自分で責任取らんでんやん。はいはいはい。嘘情報を流しててもギャラは出るわけで、そのくせ人のなんかちょっとした発言のミスとか、そんなところを上げ足取って金に変えてっていう、本当にね、あのなんか人としてどうやねんっていう人が多いです。まあね、うん、俺だからそのそれこそ闇営業の時の記者会見とかにさ、うんうん、ワイドショーとかの記者の方もたくさんいた時に、うん、そこで言わせてもらったんですけど、昔ってワイドショーも
独自で取材してたやんか、うん、それが真実かどうかもわからない文春やなんかの記事をもとに今は喋ってる、はいはい、あれってむちゃくちゃじゃないですかって話はだってそうやんか、そうそう、自分で真実かどうかを確かめてないものの情報をプライドがないやん、もう喋って、うん、これはどうかと思いますねっていう憶測でいっぱい喋るわけでしょ、はい、でもそれを見てるテレビの視聴者の人はまたそれを信じてしまうから、はい、どんどん間違った情報が広がっていくっていうね。あれテレビのこたつ記事ですよね。私も最近はね、なんか出世したみたいで、うん、結構ポストしたことがこたつ記事になってるんですよ。あのなんとかスポーツとかに、はいはい、テレビも結局文春とか新潮のこたつ記事ですよね。そうなんです、そうなんです、ね、だから報道とかのプライドがないんですよね、うん、だからこれテレビになりますけど、うん、すごい最近ニュースとかがワイドショー化してて、うん、っていうやっぱ日本全部の民度が下がったと思うんですけど、はい、この間びっくりしたのはロシアの人工衛星にアメリカが調べたら核武装してると、ロシアの人工衛星が、それ一行読むだけやねんニュースで、うん、その後どっかで桜咲いたみたいなニュースを延々とやんねん。いやいや、ちょっと待てっとそれで桜なんかほっとっての毎年咲くからええねんそんなもんはとそんなことより武装してるかどうかそれをちょっとお前ちゃんと言え言うて、何やねんこれと思って、それが国営放送やで、桜が咲かなかったら事件だけどね、今年は日本全国桜咲きませんでした、温暖化とか咲きかけてるニュースするな順番おかしい時あるよな。ほんででそれがすごい気になってて、うん、気持ち悪いなと思って、うん、でその3日後ぐらいにある国会議員と飯食いに行って聞いたのよ、うん、なんでお前国会議員と飯行くんねん、それ指令がおんねん、そうです、うん、でそれで飯食いに行った時にちょっとその質問ぶつけたら、ああいう国やからないとは言い切れないと、ただ立場上明言することはできないっていうふうに思ったら、うん、あだからあ武装してるんだと思って怖ーと思って、もうだからどうでもいいやん、桜が咲くか咲かへんかとか、まあ、1週間遅れてますとか何やそれ言うて、今のお話で私一番フックしたのは、はい、デジさんあのカウンティングできるお友達が2人だけじゃなくて政治家の友達もいたんだなっていうのがいろんなジャンルの友達いるから友達でいうと私もですね、皆さんの大好きな週刊文春の武田編集長とかですね、はい、週刊新潮のデスク田口さんとかですね、はい、まあ、あと小泉さん避けますけど現代の編集次長とか、はい、ポストの副編集長、週刊大衆の部長、朝日芸能の元編集長、フライデーの副編集長、なんか出るときあったら言っていただければ出たいときに言っていただければいっぱい持っとるでしょ、向こうも出てからじゃダメでしょいや出る前、出そう来たら出そうなん、いやなん、それなんとかできるもんなんですか、例えば丸く書くことはできるかもしれませんでも丸く書かれて出るよりはもうきっちり書いて出た方がいいもんな、どうなんやろ、だから結局さ間違ってることは間違ってるって言いたいから、あ確かに確かに、ね、間違ってるっていうことを間違ってますよって向こうにちょっと緩く書いてないってお願いしてしもたら、うん、それ言われへんや、指摘できへんや、うんうん、だから俺一切あのそこはもう忖度なしで書けと、書いてくれて間違ってるとこは間違ってるってこっちが言えるから、うん、例えばあ染み取り、僕がちょっと染み取りしたいなみたいな、うん、知り合いのお医者さんがじゃあ例えば、インスタグラムでなんか宣伝してくれるんやったら、うん、ちょっと安くしてあげるよとか言ってやってもらったとして、うん、それしたらもう言われへんやん、例えば失敗したりとか、はい、あまあまあね、ちょっと弱いなと思った時に、うんうん、だからそういうのはちゃんとお金払いたいタイプやん、なるまあはいはい、まあしかも今ね文春からね当ててこられたらその瞬間にもう YouTube ライブってやればいいからね、でそうなんですよ、そうそうそう今その場所があるんで、そうそうそう間違ったことはだからそのあのただ僕はいろいろそういうのにね乗ってしまったことがあるんですけど、うん、やっぱりあのこっちがこういう態度をしてしまうとやっぱ記事が尖っちゃいますよね、それこそ昔あの某雑誌昼間の商店街でバッと来たんですよ、うん、まあ、その場所人通りがまあ多かったんでちょっとイラッとしてしまって、切るなよバカさんだよって言ってたんですよ、そしたらその記者の人がそんな態度で来るんだな、徹底的にやってやるからな、やってみろこらって言ったらあの徹底的にやられました、うんうん、そうそう、そっからもう連続でだからあんまり程度のいい人じゃないよね、うん、現場の人、まあまあ、現場の人は、まあね、あの言うたってやっぱ人のゴシップで飯食おうっていう人間なので、まあね、いやでもそっからさちゃんと一応来られた、うん時にはあちょっと場所があるなんでこっちに移動して喋りましょうって丁寧にやるとやっぱ記事は丸くは確かになりますよね、うん、あ人間やからな、そう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 、あのねあの編集長たちの言い分は当てた時に拒否されたら
こっちから聞いた話しか書けないんで、どうしてもそうなっちゃう。あの少なくとも文春や新潮の建前はですね、はいはいはい、答えていただいたらそのことも踏まえた内容にしますが、これやっちゃられちゃったらこちらとしてもこっちしかもう分かんないんでっていう言い訳、言い訳ですけどね。いや、もちろんです、もちろんです、もちろんです。だから、その、僕思うのは、その、間違った記事を書いたとしても、何のペナルティーもないっていうのは、俺不思議やな、不思議な世界だなと思って、何やったら 100% 創作のことを書いたとして、OK やねん。かといって、小説家になるほど文才があるわけじゃないねん、彼らは。すごい中途半端な才能しか持ってない人は、そういうふうにするんかなとか思ってしまう。ああいうことされると。俺過去完全なデマを載せられて、コマーシャル吹っ飛んだ時があったんですよ、はいはいはい、もう撮影もして1週間ぐらい流れ出したコマーシャルが吹っ飛んでしまったことがあったんだけど、うん、それってまあ、ごく一部バスするけど、大阪のある場所で車を運転してる、うん、俺の横に助手席にフジモンが座ってて、うん、女の子をナンパして、うん、そのことみたいな記事やったんですけど、うん、それを突撃してきた場所がね、うん、車の教習所に来たんですよ。でその前の週に宮迫教習所で朝一も時間がなかったから、祝日がなかったから朝一、まあ、近寄って、その時にカップヌードルをコンビニの前で食うてて、はい、朝ごはんは鬼嫁は作ってくれないのかみたいな記事がまず載ったんですよ、前の週に、うん、でそこにね、数年前のことや、それもこう来たわけ。ちょっと待ってくださいと。あなた今どこに来てますと。今まさに僕免許を取ろうとしてるんです。ほんで、これ3年前、車を運転したって書いてるんですけど、そんなことする俺って。無免許でテレビ出てる人間が。そう、おかしいですよね。むちゃくちゃですよ。ほんで、フジモンとそんな、まあ、助手席の、まず車持ってないし、うわーって言ったら、まあまあって言われたんですよ。いや、まあまあ。これ乗せるんすか言って。で、そのほんまに乗りましたもん。だから、その世界その世界で独特のルールになるやん、うん、芸能界でもさ、まあね、アイドルのルールと芸人のルール違う、うん、はいはいはい、芸人同士でも例えばホリプロのルールと吉本のルールが違ったりするわけ。なるほど。その中で出版界は出版界のルールがおそらくあるんでしょう、はい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 、それもゴシップ系の雑誌なら雑誌のルールがあるんでしょう、うん、それで やりくりしてはるから死ぬまでそうなんよね、変わらへんからね。そうそう、だから、うん、いっぱい出版社があるから、マスコミで働きたい、いろいろ携わりたいと思ったら、人間やから、言うたら、最初から東スポはいかへんやん。最初から朝日芸能行くやつ、言うたら富士行くやつおる？言うてこと。いや、知らんけど、それは。僕は大学を出て、夕刊富士で芸能記事を、ゴシップを書きたいんです、なんてやつ、おる？あ、まあまあまあ、ね、だからだんだんこう落ちていって落ちていくっていうことない、うん、多分そうやと思うで、ね、落ちていって夕刊富士で嘘の記事書き出すんやろ。だからちょい年に何回か宇宙人が捕まったとかいうトースポみたいなの書き出すんやろ。でも読んでたなそれ俺。新聞自体が今地盤沈下もう激しいですから、はい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 、例えば朝日新聞だとか昔行きはね、まあ、左寄りかどうかは別にして、はい、紳士だしちゃんとした人が多かったんですけれども、今例えば朝日新聞に今この時点では行くなんていうことはその時点で就職偏差値が低いやつですからね。そうですよね。だからますますポンコツになるわけですよ。そうですちょっとね、私のうちの私のファンの方は支持者多いんで、日本保守党のね飯山あかりさんの辻立ちのニュースを朝日新聞がやったの、デジタルなのか紙面なのか、はい、そこで諸派の飯山あかり候補のあれにも100人ほどの聴衆が集まっていたって、いやいや100人ちゃいますね、その写真見たら何百じゃ聞かないぐらいなのに、もう朝日はそうやって保守党ですからね、はいはいはい、保守党だから自分たちに気に食わないっていうんで100名程度とかですね、もうこれね、はい、もうマスコミとしてのね矜持がね、プライドがないんですよ。そうなんですよね。だからなんかそのテレビとか見ててもなんかコンプライアンスコンプライアンスって言うけど、うん、何この間もなんか地上波見てたらCM に格安の偽物を売ってるアプリ、そのショッピングサイトの会社が CM のスポンサーついてたり、と思って、もう日本、いいよいいよ、もう貧乏すぎて、だから、もともとはほら、パチンコ屋さんとか、サラリーローンの会社は、深夜しかスポンサーつけませんって言ってて。そうやな、もともとできません、はい、それがゴールデンでバンバンやるようになって、はい、なんやったら、なんかオリンピックの時に大阪だけ関西だけ柔道が中継できへんと、ほう、
何回か前の柔道の時に、うん、それスポンサーおらんから、うん、できひんってなった時にその時にスポンサーついたんで、ね、パチンコ屋さんやったかな、なんか、はいはいはい、なんかそんなだぐらい、うん、経済的にはもうみっともない状況やっていうのを、うん、それこそマスコミがさ言うべきやん、まあ、ニュースで。もうでもね、それがそのマスゴミになっちゃってます。ピクルスになっちゃってますから。ピクルス、ピクルスね。ピクルス、わかんない。チャンネル見てください。そうそう、見てください。はい、でね、新聞ね、大王製紙、私行った大王製紙も新聞社だったら一番のお客さんですから、はい、ジャンル別に見たら。でもね、最後の方、皆さん投げてたんですよ。一面広告が入らなくなってくるとかね。はい、で、それもね、トヨタだなんだとか、まあそのあたりはずっと入るかもしれないけど、やっぱりあれ、カロリーって言い方するんですけども、はい、カロリーの高い広告って言って、要するに単価の高い広告がどん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 減っていっちゃって、うん、で、最後はその、さっきのパチンコの話じゃないんですけれども、もう本当に社会面の一つ裏のスポーツ紙の、スポーツ面の下だったりなんかは、もう、カニ食べ放題。なんとか温泉の旅みたいなね、はい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 、昔朝日新聞こんなの絶対入れんかったやろっていうですね、はあ、チラシレベルの内容がチラシの広告がもう本紙に入ってくるようになってましたからね、すごいその思うんです。だから新聞社さっき言われてた就職偏差値が低いっていう、はい、なんか、うん、ほんまになんかそういう人が多いなと思って。でもね、朝日新聞とかね、はい、まあ産経もねそうなんですけど潰れないんですよ、新聞が赤字になっても。それ何なの？あれ不動産会社だから。 TBS もそうですよ。私らは朝日新聞のことは株式会社朝日不動産文化部新聞同好会って呼んでますから。あ、だからそうです、TBS の番組とかね、レギュラーでやらせてもらってた時とかすごいお金をかけてやって、もうそこまですごい視聴率を取ってる番組なかった、うん、でもなんでこんな金あんねやろ、不動産、不動産ずっと言ったら、うん、まあ、その大元が不動産やからもともと資金力はあるってこと。そうなんです、うん、じゃあれ地方局になるとさ、うん、テレビショッピングやってて、うん、その販売インフラというか配送インフラ持ってるテレビ局とかもあるからな、自分のところで トラックまで持ってる、はい、そこからバンバンバンやるっていう。だから地方の局なので正しい言い方が分からへんから名前を伏せるけど、うん、レストラン経営してたんや、うん、でも夏とか秋とかに各地方のテレビ局でも局のお祭りみたいなのあるやん、うんうん、その時に出した、たまたま出した商品がえらい好評や言うて話題になったから、ほな局でやろうか言って。そういうのでレストランかなんか経営してる局もあるって言ってたよ、はい、うん、いやそれはでも俺ええことやと思うね。まあまあまあ、うん、よその他のことするっていう、うん、そのテレビ局だけっていうこんなんじゃなくて、まあね、うん、いろんなことするっていうのはええことやなと思うね。まあね、かつては地方行くと新聞社が知事よりも偉かったですからね、新聞社の社主とか社長が、うーん、まあ、悪く書かれたら知事次の選挙危ないですし。なるほどなるほど、はい、で、あとやっぱりまだ未だにその地方局だとか地方の新聞社っていうのはオーナー家がいたりするんで、はいはい、だからやっぱりいろんなビジネス手出す、さっきレストランだとか、はあ、まあまあそうか、タクシー会社やったりとかですね、だから某球団のとかもそうですね、うん、だからなんか昔からちょっとみっともないとかあるね。ね、これわかんないですけど生でやってるじゃないですか、うん、このスピリタスでしたっけ、はい、あと 2,3 倍飲んだら絶対あかんこといっぱい喋ってしまいそうですね。じゃあそろそろ有料に行きましょうかね。俺もね、まあ有料ではですね、ちょっと日本の政治悩み、昨日ちょっとなんか生々しく本当に本人から自慢話として聞いたという、ある大物自民党の元政治家のですね、意見だとか、女性関係だとかなんかも、まあ、踏まえながら、はい、お話をさせていただきたいと思います。はい。